はい、お疲れ様でした。初級のオンラインクラスですね。今回は、前回に引き続き、繰り出しから足巻きと、あとはフットワーク、8歩の流れからスライディングみたいにしてフットワーク抜くっていう流れからのエアムーブからの肩抜きしてフリーズっていう、大きく分けると2種類やったんで、ちょっとざっとその復習とあと次回に向けての課題送りますね。ちょっと練習しておいてください。はい、足巻きはもう前もやったけどね、この動きを崩しから巻くっていうのを前回やって、今回はちょっとフットワークの流れから行くっていうのをやりましたね。どんな感じかっていうと、6歩1周普通に抜いてもらって、このあと5歩、ここで1回切り返す、その後さらに切り返す、ここでそのまま繰り出し行って巻くっていう、これ今回やったんで、繰り出しはね、切り返して崩すっていうスピードを落とさずに入ってそのまま巻くっていうところが今回はポイントだったんで、ちょっとそこを少しだけ説明しますね。はい、崩しに行く前の、やり方、5歩抜いた後だよね。だから5歩抜いた後に一旦切り返す、抜く、切り返す、この後すぐさらに体を後ろにまた再度切り返す、ちょっとつなげるとこういう感じね。でこの勢いを殺さずに崩す、なるべく止まらない、こういう感じですね。はい、でもう一個がエアムーブで落としてから肩を抜くってやつ。ちょっとこれも説明すると、まずエアムーブまだやってないんで、そうだな、今度エアムーブだけの解説ゆっくりしますね。今回ちょっと勘弁してください。まずエアムーブに、フットワークの足抜きから体をキャッチして切り返した流れをここで利用して体を飛ばすってところでからエアムーブ飛ばすんで、こういう感じですね。ちょっと熱いんで脱ぎました。でエアムーブで落ちました。ちょっと正面でやるとバンって落ちました。落ちたところで足を広げてあげる、広げるときに体も後ろに落とす、ここまで来たら後ろについてる右手をちょっと外回ししながら寝っ転がっちゃう、もう右肩ついちゃっていいです。横から見るとここでついちゃってる。で右肩ついたまま手をぐるーってこっちに抜いてくると腰がちょっと上がってくると分かりやすいんだけど、手が抜けてくる、こういう状態ね、抜けてくる。ちょっとまた向きも変えてやろうか。こういう状態でボン、手を回してきて右肩つく、仰向け、このまま抜いてきたまま横にうつ伏せになる、うつ伏せボン、肩抜く、寝っ転がる、うつ伏せ、じゃあそのまま仰向けになってってこの状態になってるんで足をかけてあげる、ポン。この時になるべく体を、丸め込む、フリーズなんでちっちゃくなるイメージですね。ちょっと向きこっちでやりますね。エアムーブ落ちました、広げる、肩抜く、流れてくる、ポージング、こんな感じですね。はい、今のをエアムーブからつなげるとこんな感じになりますね。床に入ります。